皆さんこんにちは、正臣です。私事ですが、お店の営業を再開し始めました。ですが現状としては非常に厳しいですね。相変わらず今日で営業再開から2日経ったんですけれども、やはり俄然売上は上がらない状態です。このままお店を営業するのか、それともお店を休みにするのか、まあもうちょっと様子を見ながら決めたいと思っています。この休みの時間を利用してですね、いろいろ私なりに調べたんですよ。客観的にいろんなデータを見ながら、飲食業が今どれだけ厳しいかっていうのを見ていこうと思っています。今日ちょっとしたモール街に行きましたら、洋服のお店ほぼ 50% オフとか安売りやってましたね。まあ本当に生き残っていくのは大変だと思っています。ですが私は飲食なので、飲食業目線で語りたいと思っています。まずはみんな大好きミシュランガイドを利用して客観的に見ていこうと思っています。海外に行くと日本食がとっても恋しくなります。そしてしみじみ思うんですよ。日本食って本当に美味しいんだな、やっぱり日本が一番だなって思います。もちろん私自身も日本食は世界でも一番だと思っています。そこでまずはこのようなデータを見てみてください。2019年の三つ星国別ランキングです。さあどう思いますか。この狭い国土においてこれってすごくないですか。次に見てほしいのが星を取ったお店の数の国別ランキングになります。ズバリ言いますと星3から星2、星1、これを見ると本当にびっくりするんですが、東京が230で第1位、しかも大阪も京都も入ってるんですよ。これって本当にすごいですよね。私もね、調べてみてね、本当にびっくりしました。日本って本当すげえなと思いました。次に見てほしいのが世界の都市別の飲食店の数を見てほしいんですよ。ちょっと見てみてください。はい、ご覧のようにもう東京の飲食店の数はずば抜けて多いです。これを見るとね、ミシュランで星を取った数が世界一多いっていうのも納得のできることなんですけれども、とにかく多いですね。2位の韓国のソウルと比べても倍近く飲食店の数があることがわかります。しかしこれを見てわかるように、飲食店の数が多いっていうことはライバルが多いということです。もちろん日本の人口は変わりません。むしろ減少傾向ですから、パイの奪い合いが起こると思います。インバウンドで海外から入ってきた分には飲食店にとっては恩恵も大きかったですが、現時点入ってこないことに関しては本当に厳しいと思っています。ちなみになんですけど、こう見ると東京すげえなと思いますけど、バブルの頃から比べると今は減少傾向にあります。バブルの頃がどんだけ多かったかっていうのがものすごいわかります。さて、日本において飲食業がなぜここまで増えていったのか、それは参入障壁の低さにあります。日本ではないのですが、海外ではお店同士がパイを奪い合わないように認可制や許可制を取っているところもあります。当然参入障壁は低いですから、他の業種と比べても開業率は2倍近いです。しかし廃業率も他の業種と比べて2倍近いです。他にも開業率の高い業種としては民泊が挙げられます。
参入障壁が圧倒的に低いので、趣味で何々をオープンしたり、老後の楽しみでカフェをオープンしたり、しかし廃業率も本当に高いです。皆さんも家の周りにオープンし、家の周りのお店でオープンしたけどすぐ閉めちゃったなっていうお店も心当たりがあると思います。飲食業界はパクリが許されています。つまり著作権や権利関係がないのです。厳密に言うとグレーゾーンですから、訴えてもなかなか勝てないのが現状です。そして人気が出たらすぐ真似しやすいです。例えばマスコミで取り上げられたとします。飲食業界に携わっている人であれば、全部写さなくても、あ、大体これとこれを使ってこういう料理になるんだなとか、お店としての仕組みも分かってしまいます。いいところは真似をするという傾向にあります。悪く言えばパクる。真似やパクリで終わればいいですが、飲食業界は店のシステムや内容まで全部パクってしまいます。古くはファミレス、しゃぶしゃぶ、ここ10年で言いますとホルモン、イタリアンバル、立ち飲み、記憶に新しいとこだとステーキの専門店、唐揚げの専門店、この辺は爆発的に増えたのがわかると思います。コーヒーを使ったスタバにも言えることなんですが、火をつけたのはスタバで、大手もコーヒー業界に進出してきました。そして個人もカフェをどん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 オープンしていきました。ラーメンの何々系とかもこれに当たると思います。とりあえず流行ったらそれに乗っていくスタイルは昔から変わりません。ブームに乗って開店したお店はブームが去った後本当に大変だと思っています。まさおみチャンネル。開業から3年で7割のお店が経営破綻またはお店を閉めているという現状にあります。犬木ドットコムのデータを見ると、開業から1年未満で 38%、 1年から2年で 26%、 3年から5年で 14% のお店がなくなっています。これらのデータを合計すると、3年ではだいたい約7割のお店がなくなっていることがわかります。開業から10年以上になりますと約 90% のお店がお店を閉めていることがわかります。日本フードサービス協会の4月27日の記事によりますと、2020年3月の売上は、ここはあれですね、飲食店すべての総合売上ですね、総合売上は前年同期比でマイナス 17% です。これって本当に恐ろしい数字です。3月のことなので、コロナウイルスの自粛要請を受け本当に自粛をしたという数なんではないでしょうか。これ3月ですから、4月に入ってさらに自粛要請が強まったので、もっとすごい数字になると思っています。ちなみにこの2020年3月のこのデータ、マイナス 17% だったんですけれども、東日本大震災の時は 10% だったので、どれだけこの今回のコロナウイルスのインパクトがでかいかがわかります。こちらも概要欄にソースを貼っときます。さて、ここまで厳しい飲食業界なんですが、メディアではよく今月に入って飲食店が何件倒産したとか言っていますが、あれは真っ赤な嘘です。それは絶対に覚えておいてください。メディアの倒産件数の真実をお話しします。普通にお店を閉めただけでは倒産とみなされないからです。つまり倒産というのは、お店を閉めるときに弁護士を入れて、まあ、簡単に言うとその裁判をしないと倒産と認められないわけですから、大規模にやっているお店でない限りほとんどこの手続きは取らないと思うんですよね。その他は普通にお店
まあ、経営なんでね、お店を閉めたとしても廃業や解散などとみなされることが多いです。なので倒産の件数は、メディアが発表する倒産の件数は全く違うと思った方がいいと思います。今回は客観的に見てミシュランや日本のシンクタンクが発表しているデータをもとに飲食店業界の現状を見てみました。マサオミチャンネル。さてここからはですね、経営者の方に向けて、発信したいなと思ってるんですけれども、唾液からも感染することが分かりました。お店で働く従業員のためにも、お客に突っ込まれないような状況を作ることが大事だと思っています。具体的に言いますと、お箸、割り箸を使ってるんだったら一つ一つセロハンで梱包されている箸を使う、用事も一つ一つ梱包されている用事を使う、席を離すことはもちろん、お客様に見えないようなところにも気をつけた方がいいと思っています。例えば従業員同士が話をしている、それって多分飛沫が飛ぶんですよ。そういう細かなところから噂が立ったり、 SNS の時代ですから最悪の場合は風評被害に遭ったりするかもしれません。なのでこれでもかこれでもかと念を入れるぐらい、突っ込まれるような箇所をなくした方がいいと思っています。参考になりましたら幸いです。飲食に限らず生き残っていくのは本当に大変ですし、私もお店をどうするかまだ決めかねています。これから判断していくのですが、とにかくね、頑張ろうという言葉ではなく、もう頑張ってるんですよ、みんな。どこのお店も洋服店も頑張ってるし、やれることをやって生活していきましょう。それでは今回はここまでです。